今稲妻が見えましたね、小牧の方に。和太鼓はですね、雨乞いの儀式に使われたり、過去、昔はね、お祭りで使われたりするぐらいなので、ちょっとこの雨雲を呼び寄せてしまうかもしれません。来たらごめんなさい。でも来る前に、僕たち、ステージをですね、30分ほどのステージを皆さんにお届けできたらなと思います。皆さん、雨が降らないように祈ってください。1曲目にお送りしましたのは三宅という曲になります。三宅はですね、東京都の南の方の島にあります、あの火山の島なんですね。そこに伝わる伝統的なお祭り囃子を舞台用に、アレンジした曲です。2曲目はですね、これはあの終わり太鼓のオリジナルの曲になりますが、出陣太鼓をお送りします。織田信長がいた時代の、合戦の様子をイメージして作った曲です。ホラガイも入ってとても、勇壮な曲になります。どうぞ。